fool trying to cut. さあキックオフです。パリーニャ、ドリブルで相手を揺さぶります。ローレンス、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。アヤックスの形がいいですよ。鮮やかにパスを回しました。弧を描くようなパスです。ディフェンダーがうまく読んでいました。クリスチャン・アルバレス、タディッチ、いい位置でしたがポゼッションが変わります。見事なインターセプト。前に進んでいます。味方の位置を確認する。エルカドリ、強烈なシュートでしたがボールはポストの外側へ。惜しかったですね。あと少し内側なら入っていたでしょう。トラオレ、高いパスが味方に出る。タディッチ、さあリードできるか。決まった、ゴールだ。ライバル同士の一戦はアウェーチームが先制。試合が動きます。さあキックオフ、試合はアヤックスがリードしています。パスをカット、いい読みでした。モディ・トラオレ、ロゼア・マズラビー、インターセプトしました。いいボールが出ました。残念ながらゴールにはつながりません。絶妙なパスです。マルティネス、ここはクリアしました。さあ後半開始、現在リードしているのはアヤックスです。ドゥシャン・タディッチ、マルティネス、モディ・トラオレ、何かしてきそうですが、鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。ここはフリーキックを与えられます。キーパーに収まりました。うまくつないでいましたがここでボールを失いました。ここはフリーキックです。直接狙えそうな距離ですね。同点ゴールを直接狙えそうな距離です。これはどうしましたか。フリーキックが枠に行きません。何か狙いがあったと思うんですがボールを思うように蹴れなかったんでしょう。サポートの選手がいます。同点になるのか。ロゼア・マズラビー、マリン、
裏も見えていたのか。スペースを狙う。このボールは止めただけ。クリアできるか。ボールを前に運んでいく。素晴らしいボールだ。ポストに当たって決まった。リプレイが出ます。いいところにスルーパスを出してきました。フィニッシュはニアサイドを狙ってきました。キーパーはノーチャンスでしたね。アラントラオレ、マルティネス、ドリブルでボールを前へ。入ってきたぞ。キーパーが止めましたが、ボールは生きています。ゴール。素晴らしいゴールを奪いました。いい時間にリードできましたね。ここからの試合展開に注目しましょう。この時間のゴールチャンスです。ゴール。試合を振り出しに戻しました。まさかニアポスト側に打ってくるとは思いませんでしたが、それにしてもあのコースをセーブできないのはキーパーの問題だと思います。鮮やかな同点ゴールでした。叩き込まれた同点弾にスタジアムは沸いています。ドゥシャン・タディッチ、丁寧にパスをつなぎます。ここでなんとかボールに寄せてきました。カウンターアタックに入るか。素晴らしい読みでインターセプトしました。ダビド・ネレス、ノゼア・マズラウィ。スコアは同点。時間はありません。そんな中でアヤックスが攻撃に出ます。ボールを取り戻しました。ここは激しいプレスを見せます。いいボールを送りたい。来たか。キーパー止めました。1対1のプレッシャーに負けませんでしたね。素晴らしいセーブでしたよ。コーナーからエリア内へ。シュートを通さない。コーナーポストにキッカーが向かいます。エリア内へ向かうか。カウンターも狙えます。カウンター失敗。相手にボールを奪われます。最後に勝ち越しのチャンスが巡っていくしかない。決まった。ホームチームの勝ち越しゴール。試合終盤にダービーマッチをリードし、スタジアムは興奮のるつぼと化しました。リプレイが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。リードを奪ってチーム全体に余裕があります。監督の表情も少し緩んだ気がします。ここでホイッスル。ダービーマッチを制したのはホームチームです。チームは巧みな試合運びを見せ、リードのまま勝利しました。こういう試合で勝ち切れるチームは強いですよ。次節にも期待しています。